よう。はいどうも。それでは続きをやっていきましょう。前回フロントを作りましたね。で今フロントがどの状態になってるかというとこういう状態になっています。これね、つけました。で、ここね、でまだ完全に成形は終わってません。でこの前言ってたあの溝ですね、あのラインを取った時のここはあのイージーサンディングで、埋めました。それとこの継ぎ目、この接これをつけた時の継ぎ目も、接着剤で留めた後にイージーサンディングで埋めてます。でこれに関しては一回今サフを拭いてあるん でサフを拭いてこれをまた、一枚、取りますので、その時に、一緒にそのイージーサンディングで持ったところは取っていこうと思います。ということで今日は後ろをやっていきます。で後ろやっていくんですが、後ろは後ろでまた同じようにこのプラ板を利用します。で後ろについてはこうちょっとね浮いてるんで、それに合わせて、型を取りますので、でもう厄介なのがちょっと ここにね、あれがあるんで、それをちゃんと切れるかというのがあるんですが、まあやっていきましょう。とりあえず型取り、前回ねここちょっと少なかったんですけど、今回は本当は少なくてもいいんですけど、おパキッ見た、今回ね、なんでそこが少なくてもいいかっていうと、実は張り出しをほとんどしないんですよね。だから、張り出しをしない状態でやるんで、別にここは、そんなに、後ろは引っ張り出す必要はないんですが、とりあえずなんとか削れてるね。線は入ってます。同じように、前回と同じように線を引きました、ね、こういう感じで見えるかな。見えたらここに線がピュッと入ってますね。でこれを同じように、型を取っていきます。で型を取っていくんですが、もう先に切っちゃいましょうか。これはもうあんまりこんなでかいものをね、あれしとっても意味ないんで、カッターナイフがあった。で、刺しを。まあ、ちょっと見えないところで切っちゃい、やるかもしれないですけど、それをご了承ください。よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ。こういう刃物を扱うときは気をつけてくださいよ。怪我したら何の意味もないんでね。おお。よいしょ。で、ここも、ここ切って。さあ、これで割れるか。割れた。よっ、意外とね、刺しを切れ目を入れたら割れるんですよ、これプラ板って。よいしょ、ほい、こんな感じで割れましたね。で、これにこれの線をきっちりとつけていくんですが、メガネがなかったと。これだねえよ、このメガネねえよ、これは拡大鏡だ。おっ、今ね裏でねバタバタしてるんですよ。片付けができてないからね。で、このラインをしっかりと
書き出していくということですね。まあ前回のね、前回までフロントずっとやってたんですが、まあ思いのほか、思いのほかでしたね。思いのほか、思いのほか、思いのほかうまくできましたね。まあやってみるもんだという感じですかね。で、リアに関してはいよいよディフューザーらしくしようと思うんで、どこまで形が出るかっていうのは、出せるかっていうのはちょっとやってみないと分かんないですけど、よいしょ、こういうの、あ、よいしょ、よっ、まあこれ言っても目安なんだね。の外、これね、そう、ここからまあ雑談、ちょっと雑談入ってきますけどね、今3月の頭なんですよね。2024年3月の頭なんですね。本来なら今日はこの後、今夕方なんですけど、夜から出発してスキーというかスノーボードに行く予定だったんですね、本来ならば。ところが実は天候は非常に雪で、コンディションとしてはグッドなんですが、一緒に行く家族が軒並みキャンセルが出まして、うちだけになってしまって、どうしようかなって考えた結果、一人で行くのも寂しいので中止になりましてね、中止になって残念だが、だからお出かけというかね、年に数回、数年に何回か、この前ちょっと行ってきたんですよ、スノーボードね。でちょっとまた熱が入ってね、ちょっとやろうっていう風になったんですけど、はい、線が入りました。で、今回は後ろは出しません。で、前回使ったこれですね、これですね、これで横出します。横をはみ出していきます。ディフューザー、後ろのディフューザーってあんまり後ろが出てることが、まあ出てるやつもあるけど、出てないやつもあるんで、これで2ミリだから4ミリ。4ミリ。ここをちょっと、伸ばします。あ、映ってなかった。見えなくなっちゃうんですね。よいしょ、基準線に沿って4ミリ伸ばします。で、ここなんですが、ここをちょっとそのまま延長、延長して
しょ。反対側も延長して、あ、今はね、ある程度で出せばもういいんで、4ミリほど横延長します。これがラインになりますね。このラインですね。で、こう横はみ出すような形になりますね。なんとなくその感じはわかるかな。で、これで もうちょいディフューザーのケツまで伸ばす。でラインができました。で、こいつを切り落とすという感じになります。よいしょ、こんな感じかな。うん、こんな一応まあ線は入りましたね。で、これでこのラインを、このラインに沿って最終的にはね、綺麗に成形し、縁も周りも成形していくんで、少々ガタがあっても気にしない。一休み。うわー、わかんねえだろうなこれ。で、一応ここの肉抜きも一応する予定ですが、今回はね、ちょっといろいろとね、制約があって、今ここまでディフューザーの部分作ったんですけど、ここは空いてるんで、これをできれば合わせてやりたいなという気持ちはありますな。さあ、こんな感じで型は出来上がってきましたんで、ここを切っていきましょうか。よいしょ、パチンと反対側をパチンとやって、で、折れるか折れないか、これは折りにくいな。切れた。よいしょ。結構ね、これ筋入れたら簡単にこうやって折れるんですね。よいしょ。よっ。よいしょ、折れた。問題はここなんですよ。今筋が入ってるから、これを潰すように折らないといけないんで、こっちを押さえて、よっ、いった。よっ、よし。
しょっと、あ、ちょっと切れてたら、まあいいか。ここはもうほぼストレートになるんで、ちょっと変に折れちゃったけど、まあなんとかなるでしょう。よっと、でここがこんな感じかな。ちょっとこっちに合わせてみました。はい、これで元になります。これがだからこういう風についてくるって感じですね。でこいつを成形していきます。まあとりあえず600番でまずは これはね、結局後から最後の最後につけるんで、こいつとは本体とは別構造になるんで、塗装も別になりますね。言うたらちょっとここ もこってなってるでしょ。これはちょっと綺麗にしてやるべきなので、ちょっとこれで、こっちはうまいことになってるからね。でボコボコになったのをなるべく綺麗にねしてやらないと。後ろはまあ傾きするから、まあこんな感じですかね。こういうのが意外とね、細かい作業がいるんですよ。はい、こんな感じですね。これが、まあ言ったらこうですね。こういう感じでついてくることになりますね。まあこれだけだったらちょっとディフューザーとしてええって思われる方もいるかもしれませんが、まあちょっとこっからいろいろ手を加えていきますので、そこはまあお楽しみという形で見ていただければなと思いますね。こんな感じになりましたね。これが後ろに作っていく感じです。わかる？大体なんとなくやりたいことが、まあとりあえずやっていきましょうという感じですね。はい、ということで今日は後ろのディフューザーの板をつけるということですね。はい、ということで今日はこの辺で、まあこれの続きは次回、まあ同じようにこの辺の続きをやっていきましょう。でということで今日はこの辺で、また次回お会いいたしましょう。さよなら。